実装されたストロークくんかっこいいよね。でも強さのほどはどうなんだろう。ってわけでレッツ企画。ステージはリレー脱出番外編一章の最初。比較対象のエクノップは現状全加点中最強と言われてるクッキーだよ。今の環境は一体の最強なんていないと思うけども、比較のためにそれっぽい感じ出しとこう。そもそもリレー脱出で検証するのもどうなんだっていう。クッキーは競技で大ポーション2個3個取る前提の体力だから、ここのステージは加点だと大ポーション1個しか取れなくて心もとない。でも気にしちゃいけないよ。気にすると肌が荒れるからね。冬場は一度荒れると治らないからね。ってわけで双方のクッキーは同じ加点型ってこともあってスコアも近い感じだね。ストロークは雨能力が消費されてるだけで、エッグノップも雨発動加味するとスコアほぼ一緒。ちなみにエッグノップは体力減少速度低下持ってるから走る時間長め、加点宝物との相性がいいね。その分ストロークくんはスコア出せたりするのかな。ちなみに今日は一夜で4つも夢を見ました。複数の夢を見た日は寝起きの混乱がすごい。悪夢をずっと見るよりはマシだけども。でもどうして目が覚めた時に夢だったってわかるんだろうな。本当は私たちは脳だけの体で、とある期間によって長くてリアリティのある夢を見させられてるだけかもしれない。炭治郎はよく夢の中で模試を選べたよね。あそこが一番の尊敬心。にしても鬼滅の刃は妹の敵討ちって目標だったら炭治郎の魅力も半減してたよね。物語の根幹の部分だからしっかり練られたんだと思うけど。ちなみに今日見た夢の話するコーナーしてもいいですか。最近夢を話してる人を見かけて気づいてしまった。他人の夢の話めっちゃどうでもいいってことに。じゃあ大まかに言うと、一つは武将になって討ち死にする夢。セイラン社に乗ってたよ。最近三国志から五湖十六国時代について書かれてるサイト見てたからそのせいかも。三国志でもブーチクエピソード多いのに、五湖十六国時代は本当にヤバいね。こういう昔の人は野蛮だったっていうのも、他国相手だと慎重になった方がいいのかな。今は違うだろうし言ってもいいだろうに。ちなみに前皇帝の一族はとりあえず皆殺しが一般的だったっていうのが一番びっくり。王だっけ？いろんな国が出現しては消えていった時代だよね。一番好きな武将は劉淵だよ。昔からずっとに若き式しかないけど、劉老って人の息子らしいけど、劉老って三国志だと能力値微妙だった気がする。でも賢い人の子供が字読めなかったりするし関係ないか。ちなみに自分は兄をたびきってサイト見てるけど、尊厚を叩きながらも擁護してたり、ちゃんとしたサイトっぽいなと思ってるけどどうだい。自分はちょろいから複数の意見持ってると信用しちゃう。疑心暗鬼なのにちょろい人っているよね。ちなみにリレー脱出ってスコア小さくて見にくいし、次やるときはもっと大量のクッキーを競技で走らせよう。ちなみに朝起きると口の中が不快なときない。そういうときはうがいをするとスッキリ。自分は昔聞いた、うがいをするときは口をゆすいでからってのを守ってるよ。最初からうがいをするより満足感ある。でも今のところ根拠のない民間療法的なのだよ。でも誰しも自分にだけ効く何かってのはあると思う。でもそれだけだと意味ないかも。だからちゃんと根拠を探して体の健康管理しようね。ちなみに体ってのは機械や動物に対して使う言葉で、体ってのは人間に対して使ったりするらしいよ。アルフォンス、エルリックの場合は体かもしれないね。でも人間の心にまで及ぶ言葉でもあるらしいから、人間の心あれば体だと思うよ。その辺の感覚って理解するの難しい時あるよね。でも本当に人によるよね。でも病気のせいで脳が小さくなってる人もいるわけだし。自分はもともと賢い人が年を取って認知症になったって現象に遭遇したことないからわかんない。他人に対して賢いとか思うのはプレッシャーだと思うけども。エッグノップは雨能力発動してたらスコア並んでたね。発動しなかったのが現実。ストロークも発動残してたからストロークの勝ち。よし。